はい、皆さんこんにちは。カレッジの歩夢です。今日は普通車で一番安い国産車ですね、おすすめの車をご紹介します。まず1台目がトヨタパッソです。価格は安いんですが、燃費非常にいいですし、装備も充実しています。価格がですね、117万円からと非常に安くなっています。衝突回避ブレーキなども装備していまして、乗る人の安全面も十分に配慮されていますね。はい、続いてトヨタビッツです。こちら非常に中立的なデザインで、あまり癖がなくて内装も無難です。なので失敗は少ない車と言えるでしょう。価格が118万円台ということで、ビッツはですね、ボディカラーが17色と多彩です。なので車の色にこだわりたい人にもおすすめできます。室内空間のエクステリアを比較して、自分に合う車、グレードを選ぶといいでしょう。はい、続いてホンダフィットです。こちらはですね、価格の安さ、運転のしやすさ、燃費の良さ、非常にバランスが取れています。価格も130万円ぐらいからということで非常にお手頃です。で、ホンダセンシング安全支援システムも搭載しています。ハイブリッド車になると燃費が 37.2 キロリッターですね。もう低燃費、非常に優れています。はい、続いてホンダフリードです。モデルチェンジを重ねるごとにですね、燃費が向上していまして、標準的なワンボックスカーというデザインですね。車内の広さは本当に見張るものがありまして、一席一席が非常に広いです。グレードに応じてホンダセンシング搭載です。価格が少し上がって180万円台、だいたい200万円ぐらいからとなってしまうんですが、このバランスは非常に取れている車ですね。はい、続いて日産マーチです。現行のラインナップでは非常に長い歴史を持っています、このマーチです。デザインに変更が加えられながら進化していますが、運転性能、安全性も高まっています。2020年にモデルチェンジを予定していまして、ちょっとそこまではどうかなというところです。価格は115万円台、すごく安いですね。はい、続いて日産ノートです。はい、こちらはもう月間販売台数1位を獲得したこともある人気の車です。燃費ももちろんいいんですが、僕個人的にはデザインが非常にスタイリッシュでいいなと思います。ちょっとインテリアが古臭い印象があるんですが、それに目をつぶれば十分買いな車ですね。価格は140万円台となっています。はい、続いてマツダデミオです。コンパクトハッチですね。内装がすごく質感が高くて満足度は高いと思います。自動ブレーキだけじゃなくてですね、誤発進抑制、車線逸脱警報など、もうこちらも標準装備となっています。価格が135万円から。ノートやアクアがライバルになりますが、全然負けてない低燃費持ってますので、非常に僕はおすすめしたい一台です。はい、続いて三菱自動車、ミラージュ。他のメーカーの車と比べるとすごく地味な存在になると思うんですが、少しずつ環境性能にも力を入れてきていまして、燃費も悪くありません。実は自動ブレーキの e アシスト搭載していたりとか、あと内装も割と質感がいいです。ちょっとあまりイメージが悪くなってきている三菱ですが、今後にも少し期待ですね。価格は129万円、だいたい130万円から買えます。はい、続いてスバルインプレッサスポーツ。スバル車のいいところを全て詰めたと言っても過言ではありません、この車。ボディサイズは小さくて取り回しはいいんですが、ラゲッジルームが非常に広いので荷物がたくさん詰めます。でアイサイト搭載なので自動ブレーキも安心ですね。5人乗りのステーションワゴン、少し小さめですが、探している人におすすめの車種です。価格が少し高くなりまして190万円ぐらいからとなっています。同じスバルで実はもう少し安い車種がありまして、ジャスティという車です。収納力抜群です。
スマートアシストも搭載しています。まあ、自動ブレーキとか安全面の装備ですね。まあ、ワンボックスカーの広さ最大限に活かしてまして、シートアレンジも豊富です。まあ、家族5人乗りなんかも十分に適用できる大きさになっていますね。価格が150万円からとなっています。はい、続いて鈴木スイフトです。普通車も、まあ、本当によく作られているなという印象のスズキなんですが、一番価格が安いのがスイフトです。134万円ですね。まあ、スズキでもし普通車安いものを選ぶのであれば迷わずスイフトを選ぶといいかもしれません。まあ、もう一台イグニスという SUV ライクの車もあるので、まあ、この好みに合わせて選ぶといいでしょう。はい、こんな感じで、動画を気に入っていただけましたら、ぜひいいねいただけると嬉しいです。チャンネル登録も受け付けておりますので、ぜひお願いいたします。